どうで誰に言うとおりじゃねえ、聞いとおりじゃん、これ差別すんのか、俺。もしもし。もしもし、田辺哲司様です。田辺哲司様でしょうか。はい。私、自転車の宮部と申します。はい。はい。実は、町内会長をされてますよね。はい。そのことについて取材をしております。はい。はい。事実関係をお尋ねしたいんですけども、市役所の職員をですね、まあ、実質的に経営しているお店に無理やり行かせてただとか、かなり法外なお金を払わせてされていたとか、そういった証言が複数あるんですけども、これは事実なんでしょうか。いや、違うと思う。違うというのは、その市の職員というのは、そのお店には行かせてないということですか。お店って、うちの店じゃないんやわ。みんながそう言うとるけど。あ、全く関係ないと。自信関係ない。あの、名義も違うし、全然関係ない店ないけど。じゃ、その売り上げっていうのも別に自身に渡ってるわけではないっていうことでしょうか。関係ない。関係ない。わかりました。あと、市の職員をですね、その自治会の活動だとか、そういったものに、なんか私的な行事に協力させてたといったこと、話があるんですけども。どういうことよ、具体的に。例えばですね、まあ、ご実家が、あの川の近くにありますけど、あのピンクの家の近くに、そこのガレージに、ちょっとお店みたいな形に建物があるんですけど、そこを市の職員に作らせたっていうんですね。いや、違う、大工に頼んだよ。大工に頼んだので、市の職員。松坂という大工に。そうです。じゃあそこには市の職員っていうのは何も手伝いをさせたとかそういったことはないわけでしょうか。理事会のやつで来とったけど、はい。手伝いというか、大工が作っとったで。大工が作った、はい。うん、松坂という大工が作ったよ。はい。あとですね。はい。もう、6年ぐらい前になるんですけども、うん。まあ、清水という人物がいてですね、うん。その教育委員会の庁舎の中で、まあ、渡辺会長は、親族を連れてきて、その童話だとかそういったことを言って、威圧して、その市にも来るなっていうようなことを言ってたっていうようなことで、まあ実際私音声も聞いたんですよね。うん。いや、親族と違うな。それは大井町の自治会長の話よな。大井町の自治会長。大井町の自治会長がそれをやったってことですか。違う違う。大井町の自治会長が童話っていうのを清水に言われたいな。あ、大井町の自治会長が言われたと。うん、はい。うん。それでその話。その場に、田辺会長はいたんですか。おった。そうですか。本人はその場で何か相手を叱責するとかそういったことはされたんですか。なんて田辺会長自身は、うん、その現場でその相手の清水さんに対してその叱責するとかそういったことはされたんですか。童話っていうのを言うと差別したらあかんやろって言うけどな。あ、差別したらあかんというふうに言ったんですか。うんうんうん、あと事実関係ですけど、田辺会長自身は解放同盟とかそういった団体に入ってますか。入ってない。入ってないですか。うん、あと出身は実は相生町ではなく、うん、四日市の出身で、それで田辺会長自身は別に童話でも何でもないよってことを複数の人から聞いてるんですけども。いや違うよ、四日市の生まれじゃないよ。そうです。相生町津市の生まれってことになるんでしょうか。松坂じゃあ生まれたところってこと。そういうことです。はい。生まれたところは松坂と違うんかな。松坂です。それは別に童話、童話っていうことは本当なんですか。童話地区やって思う。思うってことです。母親の方が。あ、そうです。うん、あとですね。え、はい、はい。もう一つ、あと、ゴミの集積所がたくさんありますよね、相生町内に、うん。うん。あれについて、市の方にですね、まあ一つあたり実は15万円の価格のゴミ箱なのに、田辺会長はその40万円とかそのぐらいの金額で見積もりを出して、その、本来は受け取ってはいけないような補助金を受け取ったんじゃないかといったことを聞いてるんですけども、そういった事実はあるんでしょうか。受け取ってないけどな、お金なんて。その補助金自体は自治会に出てるんですけども。そうやな。はい。それについて、その実際の金額より大きな金が自治会に渡っているっていうふうに私は聞いたんですね。いや、違う。それは、やるわ。基準通り。開示請求し、開示請求しもたらええんちゃうかな。あ、そうですか。それと、はい、それとね、
まあ、いろんな、なんかいろいろ人に聞いたけど、はい。その、なんかそっちへ神が送られたみたいやけども、はい。今の四日市っていう話とかもそうやし、店の話もそうやし、はい、うちが全然反応せんだんは、はい。全然違うことがほとんどじゃないかなと思っとったで、もう反応せんだんやけども。違うことはほとんどってことは合ってることもあるんでしょうか。どれがかわからんけども、はい。なんかの店の話とかもそうやし、なんかいろいろ人に言われたけども。例えば市議会に今の議長の加藤さんですね、公明党の。うんうん、あの人が就任するときに花束を送ったっていうのは本当ですかね。花束を送った。はい。そのときにですね、30万円を田辺会長に支払うように要求されたっていうんですよね。それは本当に。誰がした？違う、絶対違うね。それは見覚えないですか？絶対ないね、それは。はい。あと、他にもですね、複数の議員が傍聴席から田辺会長の、まあ、親族だろう関係者からヤジを飛ばされてたっていうようなことも聞いたんですよ。そういった事実もないんでしょうか。ヤジを？誰に？誰っていう、まあ、とりあえず私が聞いてるのは桂議員ですかね。桂三発さんですね。あの人が議会に出ると、なんか、その、傍聴席から、その、なんか家族を脅すようなヤジが飛んでたってことを聞いたんですよ。脅したんかな？僕、その、ちょっと現場におらへんでわからんんだけども。そうですか。市議会議員にも、その、お店に来るようにってことを言ってなかったですか？言ってないね。そうですか。あと、フードバンクのことなんですけども、NPO のフードバンクありますね。あの、お風呂に掲示が出てますけども、そのフードバンクについての質問をね、公明党の議員がしようとしたら、田辺会長から止めるように言われて、質問できなかったっていうことがあったっていうんですね。これも複数の議員の方から聞いてるんですけども、このことについては田辺会長、見覚えありますでしょうか？ある行為をした。ある行為をしたと言いますと、抗議をした。それは、議会の庁舎内でですか？建物の中でですか？どこでやったかなぁ。ちょっと場所は今ちょっと覚えてないけど、それは安住じゃないかな。そうですか。じゃ質問させないように何か抗議するように。させないようなことは言ってないね。するなとは言ってないです。ただ結果的には質問されなかったわけです。うん、それは向こうの議員としての活動の中じゃないかな。そうです。ただ抗議したっていうことは事実なんですね。抗議、そう、何の、聞き取りがあったんじゃないかな、その電話で。そうですか。せやで、もっと調べてから、はい。何か質問するのか。じゃあ、せやけど、その時に安住という議員は、私は何か、はい。助けようと思ってましたとか、何とか言うぞ、なんかそんな話じゃなかったかな、ちょっともう、はい。どうでもいいことやで、あんまり覚えてないけど。はい。抗議していたということは事実なんですね。抗議。その質問に対して。抗議、話、どういうことっていう話はしたけど。話はしたけど、やめろという。抗議っていうか、どうなんかな。やめろとそんなんないよ。やめらんと言うて。やめろと言うたって、向こうはするんやったらするん違うかな、議員で。あ、そういうことですか。うん。あのね。はい。まあ、お宅も初めて喋るけども。はい。本当に膨らましてみんな言うとるんじゃないかな。はい。そうですか。みんなと言っても、まあ、一人二人でなくて、もう、そういったことを証言している人が、もう、相当な数に上るんですね。ああ、そう。で、私に直接言ってくるだけじゃなくて、まあ、ネットの爆散みたいな掲示板にもたくさん書かれてますし。その少なくともその飲食店、こう名でしたって、以前はジャズというお店ですけども、お店でしたけども、まあ、実際にそこに行った方からも話聞いたんで、その例えば市議会議員にね、お店に来るように言って、で行ってみたらその、まあ、そのボトルキープをさせられたとか、一回もそんな2杯ぐらい、バーボンとあとちょっと飲んだぐらいなのに2万5000円とか3万円とか出されたとかですね。はい、そういったことを言われてるんですよ。全然違うと思うけど。全然違うということは、ただその、お店、この目っていうお店は、会長とは何も関係ないんでしょうか？うん。うちの店じゃないね、全部。店ではない。うん。そこにたくさんの市の職員が通ってるっていうことはご存知ないんでしょうか？通ってるんかな。例えば年末年始とかになると、
その相当な数の市の幹部が来るっていうふうに聞いてるんですけども。どうかな。どうかなと申しますか。じゃ分からんのでちょっと返事はしにくいんやけど、今分かることは答えてるつもりやけど。あ、そうですか。ちょっとね、今車で運転中なんですわ。はい、あ、そうですか。でちょっと、ほんでもうちょっとつくもんで、用事があるもんで、ちょっとすみません。はい、聞きますわ。わかりました。すみません。はい。はい。はい、じゃあ失礼します。はい。